こんにちは。サブスクリプションサービス。場合によっては条件があるんですけれども、月額料金を支払うことで使い放題となるサービスのことです。今、サブスクリプションサービスにはいろいろなものがあります。私が最近知ったのが、ソフトの使い放題サービスです。今回はソフトの使い放題サービスについて紹介して、私の感想などもお伝えしたいと思います。私が見つけたソフト使い放題サービスは、富士通クライアントコンピューティング株式会社が提供する100種類以上の PC ソフトが月額税込み550円で使い放題となるサービス。このサービスはソフトクと言います。料金なんですけれども、支払いはクレジットカード払いになります。このソフトクの特徴なんですが、こちらになります。好きなソフトを何本でも使い放題。100種類以上の豊富なラインナップ。今後も増える予定だそうです。安全性が検証されたソフトウェアなので安心。ソフトは常に最新バージョンとなっています。では、ソフト使い放題サービスのソフトクがどんなものなのか、ホームページを見ていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらがソフト使いたい放題のサービスを提供しているソフトクのホームページです。こちらを見ていきたいと思います。100種類以上の PC ソフトを全部使っても月額550円税込みとなっています。ソフトクとはどういうものか、特徴がこちらに書いてありますね。あと今月のおすすめソフト、あとはお知らせ、ご利用上の注意などが書かれています。次にご利用可能ソフト一覧を見ていきます。カテゴリーですけれども、 PC ゲーム、生活実用、ビジネスオフィス、映像音楽、ユーティリティ、デザイングラフィック、教養趣味、教育知育、英語学習、語学、できるシリーズになっています。PC ゲーム、こちらですね。囲碁とか将棋とか百人一首、トランプ、花札、あと軍人将棋などいろいろありますね。あと生活実用が、はがきの作成とか人生設計、住所録、あとラベルとかハガキ作成、家系図作成、あと名刺ですねとか、写真カッターなどありますね。あとビジネスオフィス系だと、バーコードの作成とか、チラシの印刷、見積もり納品請求、あと名刺とか、あとは文書作成ですね。あと映像学だと編集ソフトとか、あとラジオの録音とか、動画のダウンロードとか、ですね。ユーティリティだと、PC の高速化とか、あとはデータの復活削除とか、あとデザイングラフィックだと、写真の編集とか大きさを変えるとかですね。あとキャプチャーソフトとか、あとはこれは画像の編集でしょうね。あと写真なんかの方を編集したりとか、教養関係ですけれども、あとは漢字関係とか、あとは英語ですね。あとは、学力アップとかですね。あと速読マスターなんていうのもありますし、あと各種試験ですね。マンション管理士とか、福祉とか、ケアマネージャー、販売士とか、あと語学ですね。英語学習などもありますね。
トイックですね、トイックのテストとか英検、あとはできるシリーズということで、Windows、Word、Excel、PowerPoint などがありますね。全部で、100種類以上ですね。で、利用手順なんですけれども、こちらになっています、ステップが3つですね。ステップ1で申し込み手続きをして、ステップ2で、使い放題ツールのインストールします。その後に使い放題ツールから好きなソフトをダウンロードしてインストールする、それで使うことができるというふうになっています。これでこちらの詳しい手順が載ってますね。で、利用条件ですね。動作環境として OS とか CPU、 メモリー、ハードディスク容量、ブラウザ、画面解像度、通信などの規定がありますね。まあ、大抵の人の環境はこれは満足してるんじゃないかなと思います。続きまして、よくある質問ですね。まあ、重要なところをちょっと見ていきますと、何台のパソコンにソフトをインストールできるのか。これなんですけど、基本的には複数台、使いたい放題のツールをインストールできますけれども、同時には1台しか使えない。いいので、結局1台しか使えないということですね。ライセンスは1台につき、月550円です。で、支払い方法なんですけど、クレジットカードですね、基本的に。で、クレジットカード以外の決済は対応してません。あとは、解約するとどうなるかですね。解約の申し込み翌月1日からサービスを停止すると。サービスが停止するとダウンロードしたソフトは使えなくなる。で、最初に使う月ですね、その時にはその分その月は無料になりますので、月始めに登録した方がお得ってことですね。以上で、ソフト使い放題サービスの説明を終わりにします。いかがでしたか。100種類以上の PC 用ソフトが使い放題とはすごいですね。もしこの中でよく使うソフトがたくさんあるなら、このサービスはかなりお得だと思います。しかしソフトをめったに使わないのであれば逆に損になると思います。ですので、このサービスを利用するかどうかは、ソフトの見極め次第ですね。私一応見てみたんですけれども、私にとってはないと困るようなソフトはこの中にはありませんね。まあ、あったら便利かもというソフトはあるんですけれども。私の場合ですね、今何のソフトも持っていなかった時なら、これを使ってもいいと思うかもしれません。しかし今必要なソフトはほぼ所有していますし、大抵のことは無料ソフトを使えばできてしまいます。ですので、私は使わないと思います。しかし人によってはこれらのソフトがわずか550円で使えるのはとてもメリットがあると思います。100種類以上のパソコンのソフトが使い放題になる。これって昔なら考えられなかったことです。これを理由なんですけれども、現在はスマホがかなり普及していますので、アプリの利用の方が増えました。しかし、その反動なのかわかりませんけれども、PC ソフトは使われなくなってしまっています。私のパソコンにはソフトはかなりたくさんインストールしてあるんですけれども、実際ですね、無料ソフトの方が多いです。そして、利用頻度が高いソフトは限られていますので、インストールしてあるソフトのうちのほとんどはたまにしか使いません。私はパソコンをよく使う方なので、ですけれども、そんな私でさえこんな状態ですので、
普通の人はですね、ソフトをもっと使わないのではないかと思います。これは私の予想なんですけれども、いずれソフトウェアは AI の中に組み込まれてしまい、ソフトを使うときですね、今とは全く違う使い方になるんじゃないかなって思います。例えば、音声だけでコントロールできてしまうとか、そんな感じですね。皆様は今回のソフトウェアの使い放題のソフト区、どう思いましたでしょうか。以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。